とブレイビーセカンドエンドレイヤー実況プレイパート44、第3章のサブクエストの、まあ、続きということで、ダスク遺跡にやってきております。まあ、この階段の先でバルキリーエインフェリアとモンクベアリングの、イベントが始まるはずです。で見ていきましょう。どっちにすっかな。ぶっちゃけどっちも多分使わねえんだよな。なんかフローウェルに学校を作ろうとしてて、女学園にするのか、女子校にするのか、男子校にするのか、共学にするのか、みたいなね。そういう話でしたね。素晴らしいわ。まったくもって、素晴らしすぎる。まさにルクセンダル・クイッサン。第3867番目の登録候補地にふさわしい保存状態。さようでございます。世界中の史跡という史跡が登録されまくり、文化財的にも商業的にももはや登録されない方が高いステータスとなるルクセンダルク遺産、その第3867番目の登録にふさわしい、なかなかこじんまりとした地味で良い史跡ですね。はいはいはい、脳ガキ脳ガキ脳ガキはお口ジャック。あら、このお嬢さんはどなた？先頃フローエルの教育長にあなた様が任命したイデア様でございます。あら、忘れたわけじゃないのよ、気づかなかっただけで。この教育長さんは何しに。どの章もどの章も本当キャラの濃いのが今思い出したわ。いますね。そうそう、フローウェルに新設する学園を男女共学にするか男女別々にするかだったわね。さようでございます。はい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 、わかりましたわかりました。教育長のご意見をお伺いいたしましょう。新学園は男女共学と男女別々、ズバリどっち？じるったよ、煙ったよ、熱帯、どっちどっちなのね、ねえねえ。イデア、しっかり。わかってるな、イデア。君の報告によってここに殴り込んでくる人に違いがあるからね。やっぱし、だよね。まあどっちかといえばバルキリーが欲しいところなんだけどもね。驚愕でいいんじゃね。新学園は男女共学にすべきよ。それでそのわけは、フローエルはせっかく男女平等の法律ができて男性だって定住できる国に生まれ変わった。聖火祭だってそう、秩序や伝統を重んじるのもいいけれど、男女が同じ環境で同じ教育を。異議あり、教育長イデアリー。まだ喋ってんのに。私の元部下の情熱を踏みにじり、よりにもよって男女共学に賛同するなど、フロウェルの風紀を乱す教育者の風上にも受けぬ不届き者め、成敗してくれるってことでいいんだな、ノスカート。しょうがね。やるっての？こっちもそんなことだろうと思ってたわよ。あら、私もそんなことだろうと思ってたわ。もう何が何だかが。まさかこんな形でまた戦えるとはな。覚悟しろ。
キリーのアスタリスク所持者、ヴィーナス三姉妹、バルキリーエインフェリア、マイル。よっしゃ、ではでは、まあいつも通り、今回属性付与は多分いらないよね。整理かけとくか。そんなで回復するまでもなく終わってしまいそうな気もするけれど、物理防御貫通あるんだったらこれ言うのあれ関係なくない？これで攻めりゃええやん。右手の武器攻撃力が魔法攻撃力に変えて攻撃。おお、魔法が、魔法攻撃がもはやいらなくなってしまった。なるほどね。これ付加し、よして、これで、これをリッて攻めてしまえばいいんでねえの。ちゃ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 。スリップエドなんだよな。うん、受けたダメージ変換した？そんなにやらんでも回復するかな。よし、開け。あー、そういうこと。あ、ここ切れた。妹たちよ、すまぬ。というわけで、バルキリーのアスタリスクをゲット。
ここは撤退せねばなるまい。者ども引くぞ。悔しい。お覚えてなさい。まったくもう。あの、今逃げてったのは。あら、あなたは、誰でしたっけ。丸投げだから何にも頭に入るしね、この人。あらって。ああ、思い出した思い出した思い出した。あらって、ネイチャージさん、お口チャック、あなたの意見、このイデア教育長からしっかりと聞いたわよわよ。素晴らしい。俺このおばちゃんダメ。私感服いたしました。激感服いたしました。とも、あなたの提唱する男女共学新学園の創立はその路線で進めようかと思います。え、恐縮です。俺、あ、いや、私、男も女も教師も生徒もみんなで仲良く笑って過ごせるような学園を。そんなのどうだっていいからよ。さっさと名前決めしまおうぜ。俺はやっぱ夕焼けは外しちゃなんねえ、そう思うんだがよ。そこのおばさんはどうだい。熱血情熱夕焼けフロー学園、先駆けとかもそれは良くないな。かっこいいよな。どうしたの。塾になっちゃう。イデア、何を考えてるの。イデアの提言で新学園は晴れて男女共学に、明るく楽しい学園生活が実現されるんじゃない。うん、あのミニイメって人の理念にもうなずける部分が大いにあった。それなのに私は意見を退けた。毎度毎度だけど、私の判断これで正しかったのかなって。そうだな、一体どっちが正しかったんだろうな。ダメだダメだ。熱血か情熱か夕焼けは絶対に譲れねえって言ってんだろうなよ。あらあら、困ったわね。これじゃ平行線ね。あなたはどう思うの、おすまし。さようでございますね。まずは学園名などの前に入学を希望する男子生徒を探すのが先かと。あら、入学を希望する男子生徒ゼロでございます。はい。根本的な部分がもう最初からダメだった。まあ、とりあえず、このサブイベントはこれで OK ということでね、本筋に戻りたいと思います。もうそのまま向かっちゃおう。もう、向かっちゃうけどこれ、渡れなかった。
リティカル出た時のダメージがえぐい。そもそもね、これを作戦値にコピー。で、今度は、三属性だけでもね、いろいろ切り替えれるようにセットしとこう。どうせフロエルの前通らなきゃいけないんだったらフロエルで一体回復していくか。まあここに彼いるってことは彼関係のサブイベントも起きるってことだね。これはリピートで。マジで強い。まあ今は別に焦ってあげんでもいいからな。どうしようかな。いいか。これはこっちかな。What an enormous skull! 巨大な生物の頭蓋骨が。これはモリオロチ様といって。フローエルの守り神と崇められていた巨大な蛇なんだ。守り神ですか。その割には。そう、フローエルの信心深さを削ぐためにモリオロチを狩り続けた奴がいるの。そのせいでここ一帯の森は枯れ始め、フローエルの民心はすさんでいったわ。ここに隠れ里に続く道があるんですか。ああ、ここからは迷いやすいから気をつけてな。よし、等では進むんだけど、ちょっとイデアあれですね、チャリオットのジョブレベル少しずつ上げておこうと思う。10までは上げときたいんでね。
他はこのままでいいかな。装備も特にいじらなくてもいいはずですね。しいては刀がね、S とかではないので、どうしようかな。心にしよう。に続きのマップがあるっていうのはセカンドならではですね。あ、でもここの推奨レベルも突破しちゃった俺。でよ、あれなんですよ、ダウジングつけてないからさ、よくわかんないんだよね。誰かのなんか外して、先制取られるのはあまり良くないんだけどね。まあ、いっか。探索優先とかやっぱ2つあった、これ。魔獣の肉。どうだ？この辺にあるんじゃない？天狗のくしゃみ。ここで4つ。なんだ後ろの。まあそうか、奥に宝箱が見えない。とりあえずまっすぐ右の方に向かっちゃったけど、てる。あ、こいつは100センチが、まあ倒せたから関係ねえや。フレアハチェットも素手で火属性がねついてるよ。なんかあるとしたらこっちだね。世界で光ってるものは一応見えた。強制的な連戦ですね。同じかい。戦闘部族の効果あまり意味ないっていう。なんもねえし。ん？
気するたび火力が上がるってことを考えたら別にここまでする必要ないのかな。スコアップかバラージか、バラージでいこう。あれは隣のフロアから回ってくるんだろうね。お一瞬で終わったけど。では風に弱そうだな。運気した。この虫みたいなやつ弱え。フレームタンか。片手剣自体があんまり使ってないんだよね。ロープレでは定番の武器である剣もこのゲームでは大して火の目見ないっていうのがまたね、寂しいところなのかもしれません。戦闘は早くてあれだな、結構いいじゃん、こっちか。檻の分裂でなんか忍者の音使ってくるのすげえ腹立つな。なんとか頑張って、このサジッタ族の、里までは行こうと思います。まあ、多分そんなに深いダンジョンでもないでしょう。あれかな、隠れ里に行くってはここ一時通らないといけないのかな。だとしたらめんどくさいな。
ちのエリア宝6つか。お、セーブポイントあるやん。強い。大地のハンマー武器じゃないんだもんね。もうそろそろちょっとキズの MP がピンチだ。ずっと先制でね戦い続けてきてるからね、しょうがないんだけど。あの技なんだっけな。分岐してるところは素直に入った方がいいんだよ。すげえな、ファイヤーであの行く。え、ファイラウテだっけか。ファイヤーで死になんか何千もいってなかった今。え、俺使わせる魔法間違えてる。俺そっちが取ってねえんだ。はい、あだよね。初級魔法でもうあんな威力出せるんだ。終点ですね。まあ、まだ宝箱2個あるんですけど、まあ、今回はここまでで終わりにします。はい、次回ね、残りの宝の回収をして、隠れ里の方に向かいたいと思います。まあ、この冒険家の口ぶり言うとこの後いきなりボス戦っていう感じでもないですないみたいですしね、まあのんびりとやっていこうと思います。では、ブレイブリーセカンドエンドレイヤー実況プレイのパート44、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。